番だ。ちょっとご飯食べます。安定してるかなこれ。大丈夫。いただきまーす。いただきまーす。レッスンでした。練習ライブのテーマ、ん？どういうこと？うん、みかんじん。私も見ました。バブく見えないでしょもうコンビニマジで本当に嫌なんだけど。やばい、いや本当に嫌だ、本当に嫌だ。もうホームシックなんだけどもうホームシックです。いや、ね、早いよね。うん、25めっちゃいいね。わかんないけど、うん、左です。私全然疲れてないよいや別に好きじゃないけど、なんかコンビニ飯やからなんか野菜取っとかなあかんかなと思って。そう、うん、ありがとう。ゆき、いや帰れるのは帰れるけど帰ってない。ななちゃん人形見たことない。免疫でお弁当かけられる。うん、ラブレターだ。そう、取らないとってなる。野菜じゃないのこれ。あ、イヤーの似顔絵見た。なんかかけられるだけ2匹おったしうん、海藻か。あ、欲しい。ね、やるでしょ。で、はなはなにさ、あの、バツ丸くん昨日来たよって言ってたよ。それな、なんか書き直しさ。あ、でも野菜おるで。ほら、枝豆さん。あと、え、あとな、ほら、レンコンさんもおる。ななちゃん人形見ます。また、うん、スピン違う。ほらアイラインとかうん、ハナハナから言ってきた。びっくりした。えっと思って、有名じゃんって言っとった。かきれなのファンでしょ。かきれなのファンで有名じゃんみたいな。かけになったレッスン順でお泊まり。いや無理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 死ぬさすがにそう、他のルーム行ったらそうちゃんと報告されるからみんな気をつけて。いや別に行ってもいいねんけど、うんうんうん、行ってもいいけど。ライトのせいかな。これで高校生になりました。けど暗いよな、つけどこな。いや、それな、ファンじゃないのに思ってた。ゼップ名古屋がどこか分からんねんな。豆腐も入ってます。うん、そう、行ってもいいけど報告されんでってだけ。別に報告されてもいいしって人は行ってもいいけど、ファンじゃ、ファンじゃないけどねって。うん、言ってない。あ、そうそう、レナのファンやでーって言っていた
嘘伝えました。はい、じゃあ今日のメインご飯なんでしょう。何やったっけ、何やったか忘れた。何やったっけ、チンしてもらったんやけどさ、コンビニでな、けどちょっと時間経ったから冷たいかも。一応フーフーしとく嘘じゃないもんうん、辛っ、辛いねんけど。え、なんなんじゃない、なんか、え、待って、名前なんやったっけ。分からへん、お弁当じゃないんよな、ご飯。ふんふな、いって言っとこう。え、あかん、無理無理無理。その時間があるならレナに来て限りのふんふんならないふんふん確かに、なんかラスカルってたまにおるもんな。あ、ダジャレやったんや、ごめん、めっちゃ適当にコメント見てもとった。あ、そっか、そうや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 、宅配買ってないかったらさ、そっか、いや、お昼ご飯食べてください、その時間に休憩してください、その時間に、ぜひ休憩いや、圧じゃない。今日もがや、明日もかい、ありがとううん、かき回ってる人で有名、マジで有名、ほんまに有名あ、ラブレター。兄弟は？え、言わへん。お前とよく歩くなんか嫌やわとか言って、買い物とかでもなんか歩いてくるん、よく。不謹慎なのなー、ひど。え、ってことはレナには会わへんってこと、レナのトーク会には行きませんよっていう宣言ですか。言ったで、宣言したからな。じゃあ来たあかんでとか言っておるんやろ話したそうに並んどんやろえ、しばらく時間経ってもあの、うん、あれはちょっと衝撃やと思う、多分12期生のみんな。トークになるとファンだと思われる一番の理由はファンだと思われるのが嫌なんか知ってますか、知ってますやばい、普通にコンビニ飯無理、進まねえ。ずっと書き持ってて隣の部屋から外で見たかえ、なんで来ていいよ、仕方ないから来ていいよこっちが上からキラさん、ごめん、こんばんは壊れた、この部屋来て、嘘じゃん、嘘だよ、さっきのは兄さん限りそっくりって聞きました。あんまり似てないと思う、わかんない、似てるって、2番目のお兄ちゃんと似てるって言われる。ココミン誰なん、ダメなんだ、 DD じゃないの。え、そうなんだ、ハイカ先生左利きの B 型なんだ。レナうるすぎる、なんかさ定型文風で送ってきたんだけど、じゃあ待って、ごめんね来てね、だから男前が言えない、言ってたっけそんな、誰が言ったん、レナが言った、嘘、言ったっけそんな、言ってないよ絶対。2番目のお兄ちゃんはね、え、なんかね、お兄ちゃんでも系統が違うんだよね、そう、いやねえ、やだ、
ハートつけられることによってもう絶対生きてくれない感が増している。エレナもキュウリ好きなんだけど、味噌とかで食べる。うん、うるさいけどホームシックになってんの。もうホームシックだから。え、マジ10時以降死ぬと思う。多分配信終わったら死ぬ。本当に風呂上がりじゃないよ、逆だよ、レッスン終わりです。ここも優しいね。ん、なんかまた名前変わってんじゃん。いやだ、10時寝るとかもう小学生じゃん、そんなのやだ。10時過ぎたら寝る人嫌だよ、起きてる。日本酒食べながら首をつぶす。ねえ、ダメだって本当に。え、なんかさ、ダメだよ本当に。食べちゃダメ、バサシだよね。食べちゃダメって言ってるじゃん、なんで食べるの、怒るよ。本当に食べないで。ん、風邪、もしかして体調悪い系なの。嘘でしょ、大丈夫。うさぎひじきいっぱい食べてるから、まだこんなにある。食べれないんだけど、そんなに。エゴサシ寂しさを言います。なんかさ、最近エゴサシでもさ、最近エゴサシでもさ、誰も何もあげてくれないんだけど、やっぱりルナってファン少ないのかな。知ってないけどね、エゴサは。そういう妄想少ないかなって思ってるだけ。嘘でしょ。え、チーム感来れないの、本当に。嘘でしょ。え、そんなしんどいの、やばいじゃんそれ。え、別にハッシュタグつけなくていいよ。ハッシュタグつけなくていいよ。スクショ、あ、みんなの、みんなのツイートをスクショすんの。スクショ、スクショはしない派なんだよね。しろよって感じ。嘘でもするって言えよって感じだけどね。え、嘘、え、本当にただの風邪なの。病院行った方がいいよ、絶対に。絶対病院行った方がいいよ。冬だし乾燥するし、流行ってるね。名前で検索するんで知らんけど。まあまあまあ、何ででもかん、何で調べとうかとか言ったかよな。え、マジ寝る直前まで調べる。いや、病院行ったんだ。何も違かった、インフルとかさ。違かったんだ。うん、なんだろうね。うん、副所タイムか。リップ色ない、やばいね。え、待って、 S って何日だっけ。来るなら S なんだよね。 S って何日だっけ。2日目だっけ。ネタがないってことか。うん、2日目か。やばいね。じゃあ微妙ですね。うん、微妙だね。しんどそう。でももし熱引いても病み上がりでしんどそう。え、レナ的にはね、一番っていうか、その全部来てほしいけど、 S か、 S と治っていけないなって。あ、そうなの、仕事か、治ったら。うん、案外チームコン来ない人多いね。なんだろうね、ね、全部来てほしいけど、 S と S だよね。うん、と、うん、
いいかな。それはあれだね、本番のお楽しみで人の距離、あ、そうだよね、しかも全員立ち見ってやつだからね、あ、またもらっちゃうかもね、確かに怖いね、熱引いてもね、あ、違う違う違う、先輩たちじゃないよ、レナの問題、レナの問題ね、先輩たちの曲関係なく、あのオープニングアクトね、ん20日なの今日で、辛いんだけど、何が変わるん、まあ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 、お楽しみに。まあまあまあ言いたいけど言えないじゃん、やっぱりうーって感じだよね。え、そうなんだよ、全部行きたくなるよ、みんなね油断してる、オープニングアクト変わるのって思ってるでしょ、変わるんだって思ったでしょ、変わるか分かんないけどね、変わるなんて言ってないけど、はい。みんな行きたくなるよね、変わるか分かんないけどね、うん。言わないよスレッド。言わないよ。言わないですよ、はい、言ってないよ、言ってない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 、いや、あれなんだっけ、なんだっけ、配信ないんだっけ、でも本音めちゃくちゃ言いたいでしょ、言いたいよ。めっちゃ言いたいけど、うん、もう全部言いたいよ、もうみんなに垂れ流しにしたいですが、はい、まあそんなことやったらね、はい、ちょっとね、そうやべえやつになっちゃうので、やこになっちゃうよ。誰にも言わない。ねえだろ絶対。はい、ということで皆さんお楽しみに。お楽しみにどうぞ。けどね、豪華だと思う、あ、わかんないけど、みんなからしたらわかんないけど、わかんないけど、みんなからしたらわかんないけど、豪華だよ多分、わかんないけど。情報言わないよ、期待、あーでもわかんない、どうなんだろう、期待高めていいのかな、うん、レンジ、セレオ忘れそう、まず来れんの、やばいんじゃない、え、22時にねお菓子買ってあげた、誕生日だったから、頑張ります。
踊れんのか、もう終わったらコンサートこれできない人間なんか静かに見上げますいい、なんでコールしてよ。名前コールがある曲なのかわかんないけど、あ、みゆちゃんの誕生日にちいかま買うわ、任して、ちいかま買います、20本ぐらい買ってあげよっかめっちゃ喜びそう。え、今日メール送りたいんだけど、あの花花と撮ったレッスン後に撮りたいけど、ちょっとホームシックなんでずっと配信やっちゃうかもメール送らせ、あ、今日朝ごめんね、寝てた、メール送らないで。うん、それな、え、今日メール送ってないから夜のメールにハナハナのとの写真というかメールなかったら送るか配信10時までするかどっちがいい？え、女性児童ってさ一番後ろなの？うん、え、ね、悲しいんだけど、え、教えてよ直前に西日本の通信障害受けるやばい悲しかったって思ってないでしょ。昨日の寂しいから配信したいやろ、別に別にそんなあれなんだけど「コールはレナちゃんなの？みんなどうですか？」うん、あ、え、そうなん？別れとんやん、児童も、まず。へえ。あ、メール送って再開する。あ、それもあり。うん、そういうことか。じゃあ真ん中ぐらいってことかな。真ん中ぐらい。ポジションは、え、メール欲しい？え、ほんまに？配信の方が良くない？レナが次第だっけ。え、レナとさずっと話しときたいやろ、みんな。どうな？赤まんご飯全然食べられん。お任せします。いやいやいや、みんなに合わせるけどいや、明日も多分寝るいつかもメール欲しい、やっぱり。うん、家族多分見てないと思う。え、なんかさ、上手と下手ってさどっちってなんねんけど、まだ分かってないでな。上手が左、みんなから見たらん、みんなから見たら左があれか、夜分に白く食べたき食べたけど通風になるかなどんぐらい食べたかによるで。席から見て右が上手、じゃあ、いやね、右とか左とかない。いや、そんなんセンターやとかなるけど違う、そういうことじゃなくて、そう、なんか、いや言えへんねんな説明したいけど無理やん、したあかんやん
死ぬ。俺は上手下手聞いてもすぐ忘れちゃうわ。いやなんかね、天井にはおらんけど、うん、やで拡散せんとってそんな、まあ、お楽しみかな。まあ、どこ座っとっても、あーでも日によるかも、いつ来るかによるな。みんなが 何日に参戦するかによります。ということです。はい、ちょ口ちゃっかな、物入れるわ口に。唇ほんまやばない、白っ。賛成なら食べよう。賛成は言う、分からんけど、みんな考察やめて考察やめて。よし、もう黙々と食べよう。いただきます。みんなちょっとお楽しみにしといて、お楽しみ、もう何も聞かんとって何も聞かんとって頑張ります。はい頑張ります。ぜひ私たちの頑張ってる姿を見に来てください。はい。マジであのオーディションの名前言った時はほんまに冷や汗かいたってなったけど、毎日言っとったけど、なんで言ってまうんやろ。だって今でもたまに言ってま、言ってもたら言ったかんやんって思ってまう。頭の大きさあ、頭こっちこっちじゃなくてこっちなん。そうそうそう、ほんまトラウマやで。うん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 、毎日事故ってた。気をつけようって思うほどさ。ちょ待った、痛い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 、ぶつけた、ぶつけた。ちょ待って、でもさ、もう今冷蔵庫入れるの忘れとった。何か入りそうねな。そう、体調気をつけない。アイス買ってない。アイスさ食べたいなって思ったけど、いいやって思って、え、まあいいや。アイスは買ってないです。最近マジでアイス食べてない。冬ってやっぱりさ、なんかあったかいところで食べるアイス美味しいけど、まあ、寒かったらあんまり食べようってならんなって思った。アイス、アイスだ。
そうそう、えでも今日マシじゃない、今日と昨日めっちゃマシ、12月やと思わへん、思えへん。ビールはどう？いや、わかる。え、てか新作のフラペチーノマジで美味しかった、あれやばかった。えー、北海道冬のアイス量多いんや。えー、アイスのみ。いや、あのいちごの方、ピスタチオの前あれほんまに美味しかった。で、あの学校の友達になんかもう絶対に飲んでみたいな、もう絶対飲んでよ、もうちょっとで終わってまうからみたいな言っとって、で学校行って飲んだみたいな、え、なんか新作飲んだでみたいな言われて、で、え、めっちゃ美味しかったやろみたいな、もっといいけど美味しかったみたいな、もっとじゃあかんねんと思って。もっとも美味しかったけど、え、だってさ、今暖房つけてないもん。あったかい、 あったかくはないけど寒くない、今日、うん、寒くない。うん、確かに。けどあれはほんまに美味しい、もう誰でも美味しいと思う。うん、欲しい。室温分からへん、うん、確かにちょっと寒いかも。外はまあちょっと、嫌やなマジで、一人きつい、もう家帰りたい、家帰ろっかな。家帰ろっかなマジで今から。あ、雪だるま欲しい。寝回してそんな嫌や、ちょ迷惑客やん。うん、部屋は大丈夫？あ、寒さ？え、全然大丈夫、ちょっと肌寒い気がするけど大丈夫。え、でもマジで寝る瞬間までお母さんと電話しと、そう、え、そうやね、え、マジでさ、雲怖くて、だからマジで部屋入った時にあの虫をなんかめっちゃ見た、そう、マジで嫌なんやけど、もう嫌やん、ん、かわいい、あれ、ん、これ誰がくれたかわからんやつよ、怖い、マジでほんまに嫌や、おりそうじゃない普通に、マジで嫌やねんな虫。ほんまに嫌い、虫マジ嫌いすぎて無理。え、クモというか虫が無理、アリも無理。え、クッキー出るやつとなんかいろいろある、そうそうそう、うん、こんばんは。そう、虫ほんまに無理、虫出て猫に助けてもらうっていうな。ほんまに嫌やねんけど。なんかさ、ホテルのさベッドとかさ嫌やねん、あんまり好きじゃない、虫も怖いし
そう。え、ラブレターってあれなん、え、一緒じゃないん、全部ランダムなんや、中から出てくるの選べるんかと思った、みんなが。ふん、え、分からんけど、ランダム？寝袋はなんか嫌や。うん、選べるのよ。うん、ハート。え、そうなんよ。みんな選んでるんかと思っとった。うん、持ってくる、ちょっと息途絶えさせて持ってくる。出過ぎそう、めっちゃあれやん、偏見。ラブレターあげたことないか分かりません。え、ちょうだい、直筆で。みんなが欲しがるようなものを、レナがみんなから欲しがる。嫌だ。やだわ、ラブレターじゃねえじゃん。重くないねんけど、今すぐ書いて。今すぐ書いて、2センチ以内で。2センチ以上で。読書感想文並みに。読書感想文書けるならレナへの愛の手紙も書けるよね。女とか言われると分かるなって。それな、話し方ってね、一生かかり、ひどひどい、ひど、付け消した、過去形やん。あ、今始まった、いつもありがとう。少ないって、嘘やろ、嘘やろ、嘘やん。え、そうね、レナだけやな今日ホテルは。私だけです、はい、余計ホームシックになりますよ、はい、ホームシックです。雪だったかもしれない。なるほど、一言の方がいいやろ。うん、確かに、いいこと言う、いいこと言う、いいこと言う。うん、いいね。トーク会でってこと？トーク会で言ってくれるってこと？レナが喜ぶようなこと？ファンじゃないですって言いに行くとか言うで、絶対。どうしよう、トーク会でもうみんな、はい次、はい次、もう全員ファンじゃないです、ファンじゃないけど来てみましたとか言われたら、うん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 、いいよ、いつまでも聞きますよ。いや、でもさ、なんかさ、あの違いが分からんくなる。初めてのトーク会の時にさ、なんかあの、なんかやちゃんさぐらいできんなのに。いや、嘘、そうそうそう、トリック、トリック。いや、そうなんやな、マジで。そう、何言おうと思ったっけ。うん、初めてのトーク会で、あの、なんかさ、楽しそうやから来てみましたとか、あの、なんだっけ、なんか良くなりがち。え、そうなんや。
仲良くなれるんや。じゃあレナと一緒やん。レナも新幹線のお姉さんと仲良くなったからつけてません。何言おうと思ったっけ毎回話終わってまわねんけど。はい、初めてのあの名古屋に引っ越したのかな。たまに、え、そんな仲いいん。え、めっちゃいいやん通いやすそう、劇場ん、劇場か分からんけど。で、あの初めての時にさ、なんかほんま話すのってやばいねんけどあの、はい、話しますね、ちゃんと。もう何やったっけ。はいはいはい、初めてのトーク会でなんかあのレナのこと知っとう人も多いやん。やっぱりもともと知ってあの会いに来てくれた人もそんでそこまで言ってないけどで、いや、そういう人もいますけど、なんか通りすがりとか時間があったとか気になってるだけとか、まだ名前も全然分からへんねんっていう人もおるわけ。そう、そんであれやん、じゃあ次のトーク会でさ、みんながさ、なんかファンじゃないですみたいな、昨日会いに来ましたみたいな感じでさ、なんか言うやん違い分からんくないほんまにファンじゃない人がさ、なんか僕まだファンじゃないんですけどとか言ってたらさ最低やんとか言ったらさえみたいななるよな。え、最低なん、えみたいなならへんうん、そうだからレナがむずいから、うん、みんなファンって言ってそれレナがなんて言えばいいかむずいから、そう、痛いやばい。ダンス踊ったからさ、毛先がめっちゃ絡まっと。うん、何回か来てくれたらな。1回目とかむずない。うん、まだない人多いから、確かにそれはそう言うな。いや、そう、探り合いになったらさ、めっちゃあれじゃない。だって真剣な顔でさ、なんか「あ、来てみました」みたいな、そう「来てみました」みたいな。しかもさ、まだ2回目とか3回目のトーク会とかやったら全然ありえるやん。だからちょっと恐怖のトーク会になりそう。痛い、髪ちぎれるって。みんなの髪の毛ケア教えて。痛い、縮れるできましたって言いたい言ってもいいけど2部屋に行くまでないですよ、言われへん。あ、そっかまずな、まずみんなが言わんか、そんなこと。確かにキャス長くないのも確かに長くない人はそうよな。うん、そうなんよね、ほんまに。え、待った、見て刺さったんやけど。刺さった、うん。マスク外せるんや。それなら多分覚えれると思う。え、ちょっとチクってしたなんか刺さった痛いなと思って。
え、みんなさ割り箸割ってさ、これが嫌やからこうやってする人おる、こうやってこうやって取れへんけどな、こうやってやっても、こうやってやる人います？見せんでいいから魔法を使います。いやもう認知しとうからそんな言い訳せんとって言い訳しないで。逆に認知したると人はもうマスクしててもいいか的な、そういうこと。表情わからんやん。でもなんか目は笑ったけど、え、もしかしてこの人口笑ってないみたいななるかもしれない。すぐ忘れるやろえ、じゃあレナが忘れたら何でもしたるわえ、話分かる、え、分かるで分かるで、分かる分かる。レンコンいる人赤木のマスクいいねん。なんか何々で行くとか言ってくれたら認知しやすいよね、こんな私でも。はい食べかけちゃうからもうこれ変えてないで、またまたこんな大きさやねあ、これ自体食べかけやからってこと何のことか、なんかげるやんひど、何も教えてくれん。ユニフォーム？野球かな？広島？広島ですか？いいやん別に。いいやん。かきグッズそういうこと、いいやん別にヒント与えても。あ、覚えそうかどうかか。確かに、じゃあわかる。かきグッズないよなあんまりまずない。いちごとかとレベルが違うから。フルーツの柿の認知度は低いですからね。名札とかアバターとかはいい感じ。うんうんうん。え、他の連行くん行くんですか、嘘でしょ。え、ココハは行きそう、行きそう、ココハ。ちょっと待って、ほんまにお腹いっぱいになって思った。え、みんなさ、みんなトーク会さ、前回はレナしか行ってないって人で、次は他の12期行きたいなって思う、他の12期教えて。他の12期行く予定もない人もおる、次のね、トーク会ね。うわーって言いながらレナ入っていくかえ、レナはレナはレナはなんて言いながら来るん？言ったあれです。え、レナが言ったるけど、これは違うねんな、本物いや決まってるけど、次回大事やで、次回、次回大事、結構うん、はあ、疲れた、今日も一日疲れました。キルムフさん、ミンジュ、サツキチ、めっちゃおるやん、めっちゃおるね。
いいじゃん。かけられてたのなんか受ける。あ、全員行きたい。あ、いいね、そういう人もいいね。あ、みんな行ってみたい。あ、みんな行ってみたい多いね。くそ、案外かけるのだけでいいぜってやつはいねえのか。いねえのか。寝てたんだよね、でも大丈夫なの。明日はね、そんなに早くないの。そんなに。マイキーウケる、それは。二ほどきしないと二ほどき。でもそんなにないんだよね。まあまだいいかな。え、嘘。え、はなはなとここはぐらいいかないの。いかないんでいいんだ。そう、水二本で足りるかな。また明日買えばいいか。え、今日はね、お腹出してないよえ、今日さ、あの体育祭のさ、体育祭行ってないって言ったじゃん。体育祭のあの T シャツ着たらさ、なんかかきれなが普通の T シャツ、なんか短い T シャツじゃなくて普通の T シャツ着てるのやばいみたいな言われた。みんなに二ほどきしないと。ここね、ココハの言い方何？何なのそれ？なんで？ハナハナとココハとカキレナちゃんだったら、カキレナちゃんが一番さ好きじゃないやつじゃん。人間に何かの印象で見せる話しないこと。あー、やっぱさ、劇場で劇場見るのいいね。劇場見る人多いね。いいね、なんか真剣な感じで。ケンヤの12期行ったのバレたら通る目も怒られるしそういうことね。天の少した。あー、いいね。そうなんだよね。そう思われてる。似合わないって言われた。ちゃんとした T シャツが普通の T シャツ似合わないって。ピンクと紫のイメージしかないみたいな。え、待って、毛食った。そう、待ってる待って、ペッ地球食ってた。そう、え、じゃああれなのかな、かけるのちゃんが一番好きってことか。安心安心すいません、ヨンちゃんで全員いいかなやだやだやだ、ダメ、いっちゃう。はなはなあざといからやだ。え、みんなね、あれなの、はなはなちょっとあざといからね多分ね、かきれなの、かきれなしかあの見てないよとか言う人はなんかね、多分ね、あれだよ、はなはな言ったらね、びっくりしちゃうと思う。なにこの子、めっちゃあれじゃんみたいな、めっちゃあざといじゃんってなる。あずとーってなるよ。そう、ナンバーとか順位つけたくないよ。違う、順位つけてないで、かきれながさ一番さ好きじゃないじゃん、だってその言い方だったらあずとい子がいい。じゃあほのほのじゃん。はなはなね、やばい、絶対ね、みんなね言ったらね、なんかね、もうかきれなじゃダメだかきれなじゃ満足できねえみたいな。俺ははなはなについていくーってなる、みんなレナでもなるもん俺もはなはな信者になるぜってレナでもなるレナでもなるから、みんなそうなっちゃうからダメいや別にダメじゃないけどね、全然ダメじゃないけど、なんか曇ってるよね。あ、マシなった？あ、マシなったね。やばいね。指紋だ。うん、そう。そう、満足できないってなるよ。一回ハナハナ言ったら。だからダメ。
ダメじゃないけどダメじゃないけどそう、いや別に禁止じゃないけど、別に言っていいよ、うん、いいよいいよ、うんうんうん、全然いいけどね。ダメって言ってないよ嘘嘘嘘、ダメって言おうとした、ダメって言おうとしたけど別にいいよっていう。いつか問題なくなる。いや大丈夫、ハナハナ始めなかったら大丈夫そう、別に戻ってこいも言ってないけど、はい、言ってないけど、言ってないから別にいいけどね。2070に嘘、なんか急に増えてるね、一気に。面白いぐらい増えてるね。なんてこないなんか、いや違うんだよね、それはそれで。いや別に言ってもいいけどって感じ、はい。あ、ちょうどいい感じになりそう。あ、二押し、二押し、二人押しだったらいいってこと。でもね、ハナハナのファンでさ、ハナと誰々推しですとかいなくない？もうハナ、ハナしかみたいなって感じだから、そう、いやもうあざとさ1位だよあの子は。くにゃちゃん話してくれれば1年半くらいしてんのいや話すよ話すよ話すよ。え、3ループ間違ってない？なんか13ループぐらいじゃないのちょっと一桁少ない気が。なんか言い過ぎ、やばい、ヤッホー、痛い、ぶつけた。そう、話かってなるんだよ。やばいやばいやばい、そんなすごい子なんか、やばい、みんなの心が揺らぎ出している。かけるのがハナハナの説明をしすぎて揺らぎ出している、みんなが。食べ放題みたいに言うんじゃないよ楽しい時言わなかったのね何ループもしますよ。何？楽しいがいい。何よ。何何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 何楽しいだけじゃダメって。え、全然いいよ。何でもいいよ。もうレナはね。うん。もう好きでいてくれたら何でもいい。全然いねえからだな。まあまあまあ楽しみにしといてまあ楽しいだけじゃないっていうのが私ですから、はい、はいはいはい、それが私なので、はい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 同じ方が気になるやっと最初はトークマークしまことに完売するし、え、どういうことどういうことなになんか限りながら許可降りたぜみたいな別に許可出してないんですけど田舎切りの面白いって言ってますね、本当にうん、浮気はダメだよ。浮気は誰でも大好きは別にいいけどね。 DD でしょ、それはいいよ。ココミンね、笑ってくれるね、うん、なんかね、ココミンにはなんか、いや、ココミンの笑ってるとこ好きだから、そう
笑わせてあげようってなるんだよね。レナ得の話なんだけど、それはね、レナが見たいから。そう、レナが見たいからそうやってます。なんか悲しい。そうなの。になんか、違うんだよね。違う、なんていうの、例えばさ、まあ、誰でも大好きですってなるじゃん。の中でもの中でも、まあ、柿レナがそうだよね、好きだねってなってほしいんだよね。そうだよ、浮気ってバレるんだよ。誰でも大好きはまあまあまあいいけど、素敵じゃんその考えは。どこからが浮気？なんだろう。まあでも基本誰でも大好き、全然大丈夫な人だから私は、はい、大丈夫です。脱ぎしてないけど他の子言ってるのバレてクソ説教されて。え、何欲しい？されたことある？あ、でもなんかレナのトーク会に来るとするじゃん、みんながね。まずんで来て隣にいたらやだ。いや違う、なんていうの、隣にいたら嫌だし、別にいいよ、嫌だじゃないけど嫌じゃないけど、隣にいてなんかレナと話してる時より楽しそうにしてたら嫌だ。それは浮気だわ。おしめんソートっていうの、何それ。なんでそれ。あ、報告系ね。デス公演の時大好きだよ、頑張ります。いや別にね、例えばなんかエゴサした時に、この人は誰々が好きで誰々が好きでみたいなのになって、把握済みの人だったらいいんだよ、把握済みだけど、いやこの人はさ絶対さレナしか来ないよねっていう人がなんかいたらやだ。あ、まあこの人はレナのことも応援してくれてるし、誰なのことも知って言ってるし、あ、誰なので並んでんだってなるじゃん。そう、なんか意味もないのに、意味もないのにとか。なんかレナしかって人なのに、人がいたら、え、レナしかじゃないのってなる。楽しっていうか、みんなにさんとかしか書いてないからどうしよう。そうなんだ、みんなやめてるんだ。いいね、でも最後まで応援って言ってたから、それ守ってて誠実に。それは素敵だね。背番号、あ、背番号か、背番号25までだ、また惜しい。いや別に書かなくていいよ。書くならレナ。そうそうそう、隠せってやつ、果てじゃないよ、いたら怒るよ他の子のレーンに。
ね、一途だね。最低でも5人。そうか、その一途に書き入れのも入ってないかな。入ってないか。ちょっと違うよ、星野か。うん、はなはなのこと昨日可愛いって言ってたよね。見たよそれ。可愛いね、はなな。ちょっと熱。でもまああれは可愛かったからね。へえ、そうなんだ、いいじゃん、一切行くのもいいじゃん。怒りなじゃないよ。一途のもんでだもんね。そんなね、すぐじゃないんだよ。ねえ、そんなすぐじゃないよ。だってさ、もうさ、どんぐらいか経ったのよ。今何月？ 12 月だよ、もう。まだ12月か。そんな顔文字送っても通用しません。急に目なんだ。めっちゃ現実じゃん。いや、汗かけないよ。うん、かけない、かけない。かけないですよ。はい、大丈夫です、大丈夫ですよ。でもみきちゃんですね、そうじゃね。ね、思った。ね、へにふにょね、してたよね。え、マジでさ、マジレナさ、どんな場面でもへにふにょしちゃうんだよね。へにふにょしてる自覚ないんだけど、へにふにょなってんの。わかんないけど、なんでなんだろうね、わかんない。ね、意外とまだ経ってないんだよ。え、みんなさ、もうどんぐらい経ったと思う？レナはね、4ヶ月ぐらい経った気がする。まだ2ヶ月だよ。だよね、え、うん、2ヶ月ちょいじゃない？やばくない？嘘、2ヶ月ちょいって嘘でしょ。本当に言ってる？あ、これ以上増えないんだ。でも左だけ。ね、なんかヘニョヘニョなっちゃうんだよね。小さすぎて、え、小さかったっけ？え、思った、レナもない、見つけれんかった、あれは。そう、見つけれなかった。ひょっこり出たっけ。そうそう、出てた。ひょっこり出てた、ほんとに。え、なんかさ、あれだよね、あの、緊張しないメンバーもいなければっていうナレーションのところにさ、かけら映っててさ、普通に受けたんだけど。めっちゃおもろい。って考えたらココアやばくない？普通に、普通にやばいよね。いいな京都。え、めっちゃいいじゃん。いや、みんな笑ってるけどマジで、いや、レナも笑ったけどさ、あれは。で、その瞬間に映像切り替わって、で、緊張している倉本はみたいな。だってはなはな泣いてんの。緊張してなさそうなメンバーもいればのところで、かけれなつってさ、あ、ごめんね。言っちゃった。あ、けどね、あの、映ってるなとか思ってみて、ここはやばいよ。ねえ、やだ。やだ、その言い方やめて。やだ。ね、はなはな、おもろかった。面白かったです。え、待って、もう10時なんだけど。え、無理、やだ。やだよ。ねえ、メールいらない？もういいよね。いらないよね。明日の朝送るわ、起きれたら。ここに戻してほしい。うん、戻して。やだやだやだ。別にいいけど。別にいいけど、はい、
え、そうなの、花なので、花なん、花なん、かきれなが勝手に花花って呼んでる。明日の朝、うん、起きるわ、起きる起きる。鉄道博物館ね、有名なんだよね。京都タワー、あ、めっちゃいいじゃんね。いやでも多分起きれるよ、お花組ね。別にいない。あ、そう、花なんなんだよ、花なん。別に良くないよ。あっ、めっちゃ怖くなかった、さっきの。別に良くないよ。あ、夜の間にメール書いて、明日の朝それを送るってこと？え、やだー。目覚ましで自分で起きれるの。起きれる時と起きれない時ある。いない。やだ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 です。ココハやめて、ココハ、ココハってやめてよ。レナより好きじゃん、それ、その言い方、レナより好きじゃん。髪の毛めっちゃ汚く見える、やばくない、やだげ的なの。え、待って、ブログじゃん。あ、あさってか、あさってか、あさってか。ねえ、やばない、教えてね、ちゃんと。いつもみたいに。本当に忘れちゃう。うんうん、まあ、レノの方が好きってことね、それは。それはレノの方が好きってことか。ね、お花組って響きいいしさ、なんか、ごめんね、やばい、途切れてる、大丈夫、え、ね、途切れてる、途切れてる、途切れてる、大丈夫大丈夫大丈夫、途切れてる今、大丈夫、ごめんね、最悪なんだけど、なんか途切れて、あの Wi-Fi おかしくなった。 Wi-Fi 切ったら、あの戻らなくなった、接続が悪すぎて。やばいね、届かないんだよ多分 Wi-Fi が、ここまで分かんないけど。今続いてんならよかった、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんなさい、一回終わっちゃった、一回終わっちゃった、やばい、あと6分しかないんだけど、語りたい人生です。いや、あるんだけど、あのね、多分ホテルのね Wi-Fi 接続したら、そう、弱すぎて多分続けないと思う。追いやられたって言い方よ。壇上読みだっけそれ、壇上読み、やらない。あ、クッキーだ、今回クッキーでした。え、さっきまで多分ね、微妙にね Wi-Fi が繋がってたんだよ、わかんないけど。死ぬ。誕生日ハンギョドン。やってほしそうだから。個人的に。ハンギョドン、頑張って。うん、くっきり高いよね。え、待って、見てなかった、何だった、さっき何だった、ごめんね、やばい、ごめんなさい、ごめん、待って、何だった、ハートだ、ハートもあるよね、ハートだった、さっき、やばい、あと4分、やだ無理、もうあと5時間ぐらい配信できるんだけど。マジで部屋電波終わった。え、嘘、え、終わってた。そうそうそう、
切れ長かな。あ、そっち？そっちが？うんうんうん。そっちがかな。ごめん。振ってないよ。ハートだった。あ、クマだ。え、待って、見てなかった。ごめんね。やばい。なんかさ、コメント読んだ方がいいと思ってさ、コメントずっと見てたらさ、この画面が見えないんだよ。で、なんか通知で、あ、クマだと思って画面見たらもう終わってんの。最悪だ。え、なんで？なんでみんな困んの？いいじゃん、5時間ぐらい。5時間ぐらいいいじゃん、見てよ。ねえ、やだ。無理、普通に。待って、あと3分なんだけど。無理、やだよ。何すればいいの？今から一人で。やだ。本当にやだ。うん、これは見えた。ねえ、最悪なんだけど、普通に。やだ。あと3分。やだよ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 。ちょっと寒くなってきたね。また何か寝かしてくれよ。明日も入ってね。頑張る。あ、え、かわいいね。明日の朝やろっかな。やろっかな。でもめっちゃね、寝起きだからやだな。ねえ、ほんとにやだ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 よ、やだよ。うん、あと2分。ねえ、やだ。ねえ、みんな。ねえ、みんなさ、みんなさ、あのさ、みんなさ、いっぱいレナのことあげてね。今からずっと見てるから、本当にもう30秒に1回見るからね。30秒にね、明日の朝しよっか迷うね。え、ちょ、あ、え、朝何時までだ、何時まで OK なの。え、やばいやばいやばい。ねえ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 、それでも会社で、え、嘘、朝朝朝、え、朝何時まで。ねえ、やだー。あー、ちょっとねえ、明日、いや、わかんないけどやるか。やるって言ってないけど。ねえ、やばい、もう59分。ねえ、いや、え、何時まで何時まで？ 5 時から何時？ 8 時半。あ、